インハウスだったらアウトプットするのがどんどん早くなっていくと思うんですね。なんかその業界の中で一番取ろうとか思うんだったら、抱えた方がいいのかなって思いますね。アップワードのグラフィックデザイナーの許誠南です。印刷物だとチラシとかポスター、あとは展示会の装飾、ホームページに使うパーツとか、まあ、外の方とコミュニケーションするためのものが多いですね。評価基準にずっと持ってるんですけど、4つの言葉があって、オープンである、なんかそのグラフィックを見た時に、この特定の人たちだけが関心があるとかじゃなくて、なんかみんな分け隔てなく親しみを持てそうみたいな感じ、シンプル、ゴテゴテしてなくて、まあ、あんまり装飾は多くない感じ、あとはスマート、まあ、これは UI とかとも、まあ、つながってきて出てきた言葉ちなんですけど、センサリー、直感的である、なのでパッと見て、どうしたらいいかとか、広告だったら見てるお客さんがどうした方がいいかっていうのがパッと見て伝わるみたいな、その辺を気をつけてます。こだわってやってるところは、どんな方が受け取って、でそれを見た後どんな気持ちになった方がいいかっていうのを考えて、まあ、社内からの要望ってこういうの入れてほしいとか、こういう内容ですってあると思うんですけど、じゃあその受け取り手を考えた時に、どういう順番でとか、どういう大きさの配分でとか、それを考えた後、じゃあ具体的にグラフィックに落とす時、まあ、それは最初からできたわけじゃなくて、やっぱアップワードに入ってからいろんな方と一緒に仕事していく上で、こういう考え方が大事なんだなとか、あとは結構発信する時とか提案する時に責任を求められるというか、やっぱ責任を持って提案するべきだっていうことを入ってから学んだので、なんかそこを考えないとダメだなって思うようになりました。前はできなかったんですけど、出来事で言うと1個あって、それは展示会です。2回展示会のデザインさせていただきました。1回目のデザインは結構白多くしちゃったんですね。でそれはアップワードのこうブランドのテイストとかも考えてもあったし、現場に行ってみたら結構ブース面積が思ったよりこうそんなに広くない、部屋で言うと多分まあ8畳の部屋とか6畳の部屋とかそれぐらいで、それで壁が白いとあんまり存在感なかったんですね。もうちょっとこうインパクトとか、色面を大きく取ろうっていうのと、あとはアップワードのこうサービスの、特徴として地図を使うっていうところとかがあるので、まあ、そこら辺がちゃんと伝わる感じ、そしたら実際他社ともこう差別化できて存在感も出せたっていう感じでした。例えばエージェンシーでいろんな会社さんの順番にやっていくとかだったら、その会社のことを知るとか、伝えたいメッセージがどんなことかを理解するとか、あとはそのじゃあ担当の方がどんな方でどういうのを求めてるかとかを、いつもロードするのに時間がかかると思うんですね。でもインハウスだったらこう長くいればいるほどその解像度がどんどん上がっていって、要件をもらった時にアウトプットするのがどんどん早くなっていくと思うんですね。なんかその業界の中で一番取ろうとか思うんだったら、抱えた方がいいのかなって思いますね。グラフィックをいろいろ作って、でそれがこう結構アップワードの対お客様のこう価値とか期待感をまあ高めているっていうので評価してくださいました。で、まあ、それができるようになったのも結構コメントをくださる周りの環境だったり、のびのびというかマイペースで働ける環境だったり、あとはその後つないでくださる方々、とかもベースがあってのことなので、皆さんに感謝ですっていうところです。私のアップワードスポットは製パン機がある場所です。最近はですね、ふるさと納税で製パン機をもらいまして、なので
もうこね放題なんですよね。で最近だと米粉パン、あとは肉まんとかをうまく作れるようになって、でこう発酵してる時間とかが結構楽しみで、で仕事してる間も今酵母が発酵して頑張ってんだなって思うと、まあ、嬉しかったりするので、オープンでした情報がすごい全部見れるっていうのがすごくて、例えばマネージャーたちのミーティング の結果とか、あとはじゃあ事業計画とかもうなんか見ようと思えば見れるところに情報があるのがすごいなと思って、まあ、感情的には阻害されてない感っていうのがこう感じられるっていうのがいいところでしたね。まあ、逆にすごい情報がいっぱいあるので、取捨選択する能力とか、まあ、そういうのはいると思うんですけど、はい、そうですね、アップワードで働くと勉強することがいっぱいあると思います。あとはアップワードでのデザインだと、あなたこれこういうふうにやりなさいみたいなルールが、まあ、あんまりないので、結構のびのびと自分の伸ばしたいスキルをどんどん伸ばしていける、いろいろ挑戦できる方で、グラフィックデザインを追求していきたい方、ぜひ来てください